5回は氷解し、織田勢力との戦いは平和的に解決した。奪旗の狙いは何なのか、そして偽の脅威の正体とは。しかし思案を巡らせる猶予もなく立て続けに起こる騒乱、その不自然さに裏で糸を引く者の存在を感じながらも、今は眼前に迫る敵と戦っ、魏軍の先鋒はすでに我が軍に対し攻撃を始めています。理由はどうあれ戦いは避けられない。それならこの修羅場を楽しみ、本来魏軍と争う理由などないのですが、やむを得ませんね。この乱に奪旗の思惑が隠されているのなら、戦いの中で何かわかるかもしれません。新たな地獄の幕開けつ。こちらを犯しておいて白を切るなんて、無駄ちな織田の号、許しませんわ。前線の指揮を頼む。俺は作戦の準備を整えて。え？つまり殿、よろしくお願いします。やはり、気分は誤解している。裏でダッキが動いているのでしょうか。蘭丸、考えるのは後にしたらどう。もう敵は目の前まで来てるわよ。表示用意物言い、次は軍師を撃て。まだやられるわけにはいかないな。敵は策を隠しているようです。ご遺談なきを、この戦ぶり手本といたします。無芸強くは広し、最後までお供をつかまつらん。次は容赦しねえぞ。どうなる？肩払いたいわ。この過ちにまだ気づく。敵の態度がどうもおかしい。いや、気のせいかな。それなりに時間は稼げたかな。時間は稼げたようですわね。あとは殿にお任せしますね。今だ、敵本陣に攻めかかれ。これ以上は進ませません。今だ、手薄となった敵本陣を突くぞ。赦せんぞ。あれ、宗師さんたちやられちゃったの？大激戦になるかと思ったのに残念。でもまだ終わりじゃないんだな。あなたの力を貸してね、信長さん。戦況に反応力。 狐の王。いい感じに力が集まったかも。じゃ、私はこれで退散。やはりだ。 やはりあの信長様は偽物でした。そうだと思った。あれからダッキがあの偽物を利用したことは明白。では早く宗妃様にお伝えしましょう。私たち 大師。